一番はやっぱり家の環境だと思うんだけどね、うん、そのうちの兄貴もいたし、まあ、その上にやっぱ母親がいて、うん、お母さんがまあ当時のねなんかゼッペリンだの、うん、JB だのなんかいろんなのやっぱ聞いてたから、うん、それでなんか小さい頃は洋楽ひたすら聴かされてみたいな、うん、でなんかそのままねなんかあのおにゃんこクラブみたいな小学生の頃アイドルみたいなのがあってでね覚えてるのはね誰だっけなおにゃんこクラブのなんかシングルをね、うん、当時のレンタルレコードで借りてきてそのまま返さなかったことがあってそれが初めてだからレコードをなんかこう手にしたっていう気分でそうシングルシングル誰だっけな俺も好きだったから結構気にしてた吉沢明恵が好きだったから吉沢明恵がシングル出してたかどうかわかんないけどあ結構マニアックだねそう一番やっぱハマったのはそのうちの母親が古着屋やってて、はいはい、そこでうちに居候してたお姉ちゃんがいてバイトしてたでその人がやっぱりいろんな音楽を教えてくれてあまだカセットテープの時代で、うん、で RC サクセションの Tears of a Crown ってライブアルバムがあってあそれのなんかだから君はそのうち死ぬだろうっていうあれがもう子供の壺に入って君はそのうち死ぬだろうってすごい歌詞だなと思ってそのアルバムをもうめちゃくちゃ聴いてで他のテープにはいわゆるオールディーズのなんか日本人がだからカバーしてるやつとかあとだからガーゼもあったよねガーゼのなんか初期のやつとかリップクリームとかその辺のハードコアもあったしでその頃はでもまだあんまり音楽っていうよりはただお姉ちゃんに聴かせてもらうみたいなぐらいのそしたらバンド文化来たんだよねでなんかほらあのイカ天みたいなのとかだからもうみんなもうブルーハーツ聴いたりボーイ聴いたりみたいな時代だったからそっからだからちょっとこうバンドやるかみたいになってきてで、まあ、その白いベースがそうなんだけどこれ初めてだから父親に買ってもらってね当時やっぱフェルナンデス時代だったからそうだねそうみんなそうだよねヘビメタの人は全員フェルナンデスの人だねそうだよね一番最初に俺やっぱシドビシャスそのうちの母親がなんか中二の頃かなこう自分の部屋のテーブルの上に机の上にいきなりこうセックスピストルズの写真集が置いてあって何これってめちゃくちゃかっこいいと思ってシドがこうジャンプしてベース弾いての表紙ででこれ何とか言ったらお前もそろそろこういう年齢だろうみたいな感じ でピストルズの写真集くれてだからこの人みたいになりたいみたいなベースやりたいと思ったんだよねで最初ベース買ってもらってでなんか中学のなんだろうあれなんか中3のお別れ会みたいななんか体育館でいろいろやっていいよみたいなのがあってでバンドブームだからバンドみんなやるってなってその時になんかボーイのノーニューヨークって曲をなんかやるってなったのねでただベース弾けるやつがいないとでノーニューヨークの途中のフレーズでドゥディドゥドゥンドゥドゥドゥってとこが弾けないとだからそこ弾けるやつがいたらそれだけで出入れるってなったのそこをひたすら練習したでドゥドゥドゥンドゥドゥドゥっていうところででも全然他弾けないからダメでそれがだから最初のバンドのあれでで高校入ったらまあ軽音楽部があってほんで当時一緒にやってたミクってやつとかまあ直樹ってやつとかなんかそのメンバーがいて草薙ってやつとかそいつら集めてバンドやりだしてで最初だからジュン・スカイ・ウォーカーズやったりとかブルーハーツやったりとかでまあもちろんピストルズ・ラモンズ・クラッシュみたいなのもやったりしてなんかあまりにも子供で何も分かってなくてまあ流行ってたパンクをねやるっていうような感じだったでも初めてそれでだからちゃんとねもらったりとか借りたりとかじゃなくて買った CD はラモンズマニアだった高校さんの3学期で俺学校をもう辞めたんだけどもうだからまあビーバップみたいなねひどい学校だったから行かなくてもいいしみんなろくに学校来ないような学校だったからまあそのギターのやつの地元にそのパイルドライバーの人たちがいたんだけど大体そこにいたね大体そこにいた悪いことばっかりやって、うん、もうダメな方に行ってダメなままちょっともうその時はチャラと出会ったんだよねそれ高3だったいやだからもう高3終わって、うん、19つって20歳ぐらいでチャラに出会ってどんどんダメな方に行ってる時に出会ってで今度はさもうインディーズじゃなくてもうメジャーのさ本気のミュージシャンに会っちゃったから俺のやってることってもう
最低なんだなって気づいて解散とか言って電話してそう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 